こんにちは。個人や少数で開発されたインディーゲームを紹介していく番組、インディーズゲーム放送局です。今日は神奈川県平塚市に来ております。こちらにオフィスとあるウェブ制作会社エンタブリッジさんがリリースしたノベルゲーム怪異掲示板と7つの噂が、 Google Play が主催するインディーゲームのコンテスト、インディーゲームズフェスティバル2018においてトップ10に入賞しました。私たちもっと気軽にノベルゲームを楽しんでもらいたい、そういう思いでこのゲームを作成いたしました。そこで今回は制作者の方に怪異掲示板と7つの噂について、そしてコンテストやノベルゲームについてお話をお伺いしたいと思います。ということで今日のゲストのご紹介です。株式会社エンタブリッジ怪異掲示板と7つの噂プロデューサーの岩切慎吾さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すみません、私、怪異掲示板と7つの噂のディベロッパーの岩切と申します。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はね、貴重なお時間ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これからねお話をどんどんお伺いしていくんですが、まずは、はい、簡単にゲームのちょっと紹介をねしていただいて、はい、そこで私がいろいろとね、話を聞いていって、最後にインタビューを、まあ、質問形式でご用意させていただいております。はい、そこでねちょっと答えていただければというと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またこのインタビューはカイト株式会社さんが運営する課金実装サービスアイテムストアのブログ内でも掲載予定です。こちらは文書でも読めますので、合わせてチェックしてみてください。では早速なんですが、怪異掲示板と7つの噂は、どのようなゲームか説明していただけますでしょうか。はい、怪異掲示板と7つの噂ですが、スマホゲームに特化したノベルゲームというものになります。はい、はい、なるほど、スマホゲームにしたノベルゲーム。そうです。で、私もね遊ばせていただいたんですけど、ありがとうございます。本当にもうスマホゲームに特化した感じで、画面がね、スマホも出てきたり、あと LINE みたいな画面も出てくるんですね。そうです、そうです、そうです。はい、まあノベルゲームいろいろあると思うんですけれども、はい、スマホならでは、スマホだからこそできるような演出っていうところにこだわって、はい、作っております。あとは、文章自体もですね、通常のスマホゲームって、キャラ絵の下に文章が出てくるような形かと思うんですけれども、はい、そうではなくて、LINE のような形で、上から下に文字が流れていくっていうのが、ね、はい、とてもスマホで見やすいというのを意識して。本当そうなんですよね。はい、だから、例えば本を読むのがちょっと苦手な人、うん、がいると思うんですけど、まあちょっとラノベではないんですが、うん、漫画チックだったり、吹き出しがいっぱい出てくるから、結構そういう人でも読みやすいかなっていうふうに思うんですよ。そうですね。特に意識的に字の文ですね。はい、キャラクターの心理描写であったりとか。はいはい、そういうところを削ってですね、もう、言葉だけでやり取りがされていく、会話だけで進んでいくっていうところが、特にスマホユーザーの皆様に読みやすいところかなというふうに思っています。なるほど、そうなんです。全然その字の文というか説明文がないから、まあ、ああいうのは好きな人は好きなんですけど、やっぱ読むの大変だったりしますからね。はい、あと、そういった意味で、絵もたくさん出てくるかなと思ったんですよね。そこはですね、もう本当に2時間ぐらいの短い話なんですけれども、はい、もう200枚以上イラスト入れておりまして、そんなにたくさんですか？そうです、そうです。これも理由がありまして、はい、字の文をなくすということは、逆に情景描写が文章でできないということなので、その情景描写を、すべてイラストで完結する必要がありまして、なるほど。そのためイラスト量がですね、膨大になってしまったというところがあります。はい、それで、だからイラストの方で字の文をカバーするということで、なるほど。でストーリーについては、まあ、今回オムニバス形式みたいな感じで、うん、新聞部があって、そこにまあ、掲示板にこう書き込まれた内容を調査するみたいなストーリーになってるかと思うんですけど、あそこも結構工夫して考えられてるかなと思ったんですけど。そうですね。はい、やっぱスマホですので、ぶつ切りでプレイをしていくことっていうのも考えられまして、はいはい、なので切りのいいところ、10分ぐらいの隙間時間で切りよくプレイしていけるっていうところを、大事にして、オムニバス形式にしています。そうなんですか。はい、で、内容も怖いですよね。で、私もちょっと、これスマホならではなって思って、ね、気づいたことがあって、こう、文章読むじゃないですか、ね。で、スマホだから結構、目が悪いと近づいて見たんですよ。で、あれは、結構ホラーだから近くて、
吹き替わった瞬間ドキッとしたり、音も流れるから、あ、これはちょっと一歩取られたな感じで、本気でビビってしまったんで。そうですね。うん、特にあの、第一章の写真の中の少女なんていうのが、あの、実際にその、携帯でその写真が送られてくるっていうのをすごい意識して作っていますので、ちょうどね、携帯で写真を、送られてきたような感じの恐怖感っていうのが演出されてるんじゃないかなと。そうなんですよ。はい、そう、第一章はそうなんですよ。まず新聞部の紹介があって、その新聞部がこう、最初っていうか、掲示板の依頼みたいな調査をするんですよね。うん、で、それがあの、写真に映ってる女の子が、こう、出てきて、どんどん近づいてくるっていう話で。そうなんですよ。それでもびっくりして、っていう感じで、非常になんかびっくり させられたんですね。ちなみに、こう、開発者、まあ、デベロッパーの立場として、プレイヤーの方にちょっとどんなところを見ていただきたいとか、そういうことあったら教えていただけますか？ああ、そうですね。あんまり難しく考えずに、はい、素直にストレートに、物語を楽しんでいただけたらいいかなと。なるほど。はい。いろいろとこだわって作っているディティールのところはあるんですけれども、はい、もうそういうのも、まあ基本的にはストーリーを楽しんでいただくために、工夫しているところなので、はい、もう素直に受け取ったままに、ストーリーを楽しんでいただけるのがデベロッパーとしては一番嬉しいかなと。あんまりこう、勘ぐらずにね、素直な気持ちでって、そうそう。ちょっと最近やっぱり視聴者とか遊びても、いろいろと慣れちゃってるから、うん、それは逆に良くないからね、素直な気持ち。じゃあ遊んでって感じっていうことですね。あ、なるほどね。じゃあ私もちょっと反省なんです。素直な気持ちで遊ばせていただきます。はい。で、ここからちょっと受賞についてなんですが、はい、もう改めて、ね、トップ10おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今回インディーゲームフェスティバルは、うん、まあ日本は初めてだったんですね。はい。はい、で、まあ今回応募されたんですけど、なんかきっかけとか、動機ってあったりするんですかね。ああ、もう、そうですね。ゲーム自体を作って、でも本当にうち日が浅くて、はい、はい、まともに作ったのがこれがもうほとんど一作目に近いような形なんですけれども、そうなんですか。はい、で、まあどうやってプロモーションとかってしたらいいのかなと悩んでいたところでいろいろググっていたら、はい、まさに Google のイベントが見つかりまして、なるほど、プロモーションの一環としてね、そうですね。ああ、なるほど、はい、それで応募されたということで、そうですね、ストアにフィーチャーしていただけるというのがあって、これはぜひと、そうですね、そうトップとかあと今も、はい、もうトップ10選ばれたということで、乗ってるんですよ、サイトに、ね、名前がね、あ、それがきっかけだったんですか。そうです、そうです。ありがとうございます。で、実際に受賞して何か周りで影響って出ました？何かその受賞したことによって変化みたいな。ああ、そうですね。まさにまあ、今日6月1日収録日なんですけれども、はい、今日の日経 MJ という新聞に一面に載りまして。はいはい、本当ですか？おめでとうございます。はい、それじゃあ日経さん取材来たってことで。そうですね、日経さんに、はい、取材に来ていただいて。それじゃあ、本当だ、はい、そうだったんですよ。まさにじゃあ、それは、波及効果というかね、飛行が繋がっていくってことなんですね。へぇ、わかりました。で、実際受賞してみて、いかがですか？気持ちの変化とか、あ、取ったなとか、あるかと思うんですけど。ああ、わ、まあ、よかったなという、本当に初めて作ったゲーム、はい、まあ、本格的にちゃんと作ったゲームですし、はいはいはい、世の中に受け入れられるかどうか、実際これがどの程度のものなのかっていうのが全くわからなかったので、はい、そういった意味で客観的な評価として、まあ、トップ10というところを選んでいただいたっていうのはすごい今後作っていく上で自信になったかなというふうに思っています。なんか自信になったということで。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。ということで、ここまでじゃあゲームの紹介と、あとインディーゲームフェスティバル2018について、岩切さんからお話をお伺いさせていただきました。はい、次からですね、まあ、クリエイター、開発者と、あと、個人としてね。個人、一プレイヤーとして。はい、フェスティバルの時に、プレゼンなさったじゃないですか。で、これ、怒らないで聞いてほしいんだけど、あ、この人結構オタクだなと思ったんですよね。なんか、ね、ゲーム、この人は好きだなって感じの印象を受けられる。だから、個人的なことと、あと、クリエイターとしてね、お話をお伺いできればと思いますので、はい、そちらも、楽しみにしていてください。では、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。では、ここからは、エンタブリッジ、岩切さんに、いくつかね、ご質問させていただこうと思います。はい、まず一つ目、ノベルゲーム、怪奇自慢と7つの噂、そして、こちらのエンタブリッジさんは、ウェブ制作会社というふうに説明を、まあ、受けた記憶があるんですけど、はい、ウェブ制作会社としてゲームを作ろうと思ったきっかけや経緯など、もしありましたら教えてください。はい。これはですね、はい、
言っていいのか分かんないですけども、完全ノリなんです。あ、ノリなんですか？あらら、思いつきみたいな。そうですね、もう本当にこれ一緒に作っているメンバーと、まあ、社内の3人のメンバーでやってるんですけれども、はいはい、ご飯を食べてた時に、はい、ゲーム作りたいよね、と。はい。なりまして、で、あ、いいじゃん、いいじゃんと。で、何作ろうか、ノベルゲームやろうよ、みたいな。はい。で、だったらちょっと、モック作るわ、って言って、パパパッとその場で10分ぐらいでモック作って、あ、これいけるいけるっていうところで、もうノリと勢いで。そうなんですか？はい。なんか企画会議とか、いろいろと固い会議があったのかなと思ったら。いや、もう全くないです、ね。あ、そうなんですか。うん、やろうぜ、やろうぜ。まあ、役員権限もありますからね。そうだったんですか。じゃあ、その、ウェブ制作をメインでやっている、まあ、はい、その、まあ、別事業として、ゲーム事業にも。そうですね。まあ、事業にもなっていなくて、もう本当に、他の仕事しながら、空いた時間で、作るっていうような形で。そうだったんですか。はい、それで今回受賞したというか、はい、あ、それはすごいですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあそういう、まあちょっとノリで作ったって今表現あった、ノリで作った、まあ、掲示板なんですけど、まあ、その作ってる過程で、まあ楽しかったこととか逆に苦労したことがあったら。はい。そうですね。それで言うとですね、もう、いわゆるゲームを作るであれば、ユニティとかそういったものがあるかと思うんですけれども、はい、まあ、うちで言うと、その、手っ取り早く作ろうっていうところで、はい、ウェブビューを使っていまして、はい、はい、なので、中身はもう全部、JS と CSS で動いて、ウェブページなんですね。ウェブページなんですか、これ。そうなんです、ウェブページなんですか、この画面。中身はほぼウェブページです。あれ？ってことは、ということはですよ、ね、これ、パソコンの、ブラウザでも遊ぼうと思ったら。遊ぼうと思ったら遊べちゃうんですか。はい、あ、でもそれはすごいですね。中身で、それこそスマホのブラウザを叩くような形で動いているんですけれども。なので、まあ、細々した表現とか、はい、やっぱリッチなことをやっていこうとすればするほど、だんだんとその最初に、はい、ちゃんとしたフレームワークを選ばなかったというところが、締め付けてはくるんですけれども。あ、そっか。あ、そこでちょっと若干その苦労っていうか。そうですね。いや、そうですか。ブラウザで遊べちゃうんだ。ブラウザは もしかしたら出る可能性は。いや、でもまあ、わずかにあるかも。スマホに特化するってところが売りなので。遊べると、遊びをこう充実させるとまた別、そう、このインターフェースがよりますからね。じゃあ、その、まあ、作ったものは今後も流用できそうな感じですか？そうですね。はい。使おうと思えば、はい、一応それを使いながら、はい、次回作以降も作っていこうかなとは、はい、思っていまして。そうなんです。計画。あ、この先の、実はちょっとご質問もあったんですけど、あ、なるほど。ちょっと計画があるということで。はい、あ、わかりました。では、続いての質問です。インディーゲームフェスティバルの時にプレゼンなさった時、シシララの代表の安藤さん、安藤さんから質問された項目があって、お払いしましたかまず聞かれたんですよね。覚えてます？そう、はい、お払いしましたかって。で、その安藤さんの先輩が、ホラーゲーム作ってる時に、黒電話で線路ついてないのが鳴っちゃったみたいなことがあったんですけど、恐怖体験ってあります？なんか、嫌だな、怖いな、みたいな。恐怖体験。いや、こういうネタができるってことは、恐怖体験があったら、あったから、まあ、豊富なんじゃないかなと思ったんですけど。いやー、恐怖体験、そうですね。ま、携帯を落として割ったんですけど、割ったその日がちょうど2年縛りの終了日だったっていう。あ、2年、終了日、ああ、これはもう。多分これ何だろう、会計地盤っぽく多分、ほっこり怖い話で。なるほどね。きっとこの携帯電話にも思いが宿ったんだな。思いが、ちょうどここで終わりだなっていうね。もうこれ、なるほど。ただの偶然ではなくてね。そうですね。2年縛り。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問ですね。はい、同じく、その、プレゼンの時に、最初にこう、ノベルゲームが大好きだっていうお話をもう前面に出してきたことを覚えてて、まあ好きなゲームとか、まあ思い入れのあるゲームやシーン、それからキャラクターとかね、ありましたらちょっと教えていただければと思います。そうですね。やっぱもう本当に記憶をなくしてもう一度ゲームプレイしたいと言われているやっぱシュタインズゲート。ああ、シュタインズゲートね。いや、あれは思い合います。もうあれはめちゃくちゃ好きで、あ、もう本当にまあゲームももちろんそうですし、ノベライズ、コミカライズ、ファンディスクも当然やりましたし、はい。あ、そんなにですか？聖地巡礼もして、秋葉原のありとあらゆるところ行き、本当ですか、私もね、時々秋葉行くんですけど、あ、ちょっとマニアックな話になっちゃうな、ゲームの中にね、神社出てくるの、で、あれ、ゲームの名前はちょっと変えて、確かね、元がね、柳林神社だっけか、
柳原神社、まあそういう感じの名前なんですね。秋葉原あって、私も行ったんですよね。別に、シュタインズゲートやってすぐじゃなくて、友達、やっぱやった方がいてね、こういう神社あるんだよってことで連れてってもらって、意外とちっちゃい神社なんですよね。そう神田明神があるから、うん、もうあんまり知られないけど。そうですね、神田明神もラブライブの聖地ですしね。あ、そうなんですか。そうか。でも秋葉原も聖地だらけでも、はい、うん、聖なる場所ですね。聖なる。じゃあ、シュタインズゲートがかなり。そうですね。もう、シュタインズゲート好きで、まあ、カラオケに行って歌ったりするんですけども、途中でもう思い出す通りを燃やして、感動して歌えなくなっちゃう。思い出しちゃって、歌を聴いてたら、思い出しちゃってね。いやー、そうですか、そこまで。そうだ、じゃあ、ごめんなさい。なんか、シュタインズゲート話ばっかりになっちゃうんですけど、うん、好きなキャラクターとか、います中で結構5、6人キャラクターがいたりして、女とかもね、結構いたりする。シュタゲで。シュタゲの中、シュタゲの中。はい、もうそれはもう、マキセクリス。ああ、マキセクリス、クリスティーナ。クリスティーナ。ああいうちょっと、ツンな子の方が、ね。そうですね、うん、クリスティーナは本当にね、素晴らしいです、ね。そうですか。映画版、劇場版とかも本当クリスティーナがとても素敵で。ああ、本当ですか。5回ぐらい見に行きましたね。そんなにですか。それは、待ってください。5回っていうのは、1回の上映で2、3回見たじゃなくて、日を分けて、じっくりと見るたびにやっぱ新しい発見があるので。いや、本気ですね、それは。なんかスキーのレベルがあるんですよ。本当にもう、思いっきり上の方のですね。まあ、比較的新しい作品ではありますからね。なんか学生時代の思い入れのゲームだったりします。ああ、はですね、カノンですかね。あ、カノンか。当時全くノベルゲー興味なかったんですけど、はい、まあ、お友達にいいからやれと言われて、はい、友達ん家に軟禁されて、やらされて、もう号泣ですよね。ああ、やってね。じゃあそういう、やっぱノベルゲームが好きなお友達から勧められてっていうのが。そうですね、やっぱ。ノベルゲームってすごくハードル高いっちゃ高いと思うんですよね。まあ、ね、何もやったことない状態でいきなりさあノベルゲームやろうとはならないと思っていて。確かにね。そうなんです、そうなんです。はい。だからまあアニメから入るとか、はい、お友達から勧められて入るとかっていうところで、はい、まあ今回の会計自慢もすごくまあ入りやすい、入り口としてはすごい入りやすい、軽く読めるものなので、まあ入り口として、サクッとうちのも遊んでもらえたらいいなと。おっしゃる通りね。そうなんですね。はい、こう、エンジンがかかるんだと買うまでノベルゲームってはね、そこまでちょっとハードルが高いと思う。まさにそうです、おっしゃる通りだと思います。じゃあここでちょっとですね、今までゲームの話だったんですけど、うん、次の質問はちょっとお答えと言いますか、はい、質問をさせていただこうと思うんですけど、はい、まあ収入マネタイズって言葉ですけど、最近で言うと、ゲームを出すにあたってやっぱり、まあ、収益というかね、どれだけ稼げるかっていうことはやっぱり大事なことだと思うんですけど、まあそれについてのお考えとか、あとゲーム中の中でね、どういうふうな仕組みを導入してるのか。あと、今回で、アイテムストアさんっていう、まあ、課金を支援するサービスがあるんですけど、そもそも、アイテムストアさんを知っていたかどうか、そのあたりをお話しいただけますでしょうか。ああ、申し訳ないです。あ、どうですか、ちょっと存じ上げて。あ、どうですか、まあまあ、それは大事、もちろん大丈夫。知ってる人もいれば知らない人もいますからね。本当にもう、まだゲーム作り出してちょっと気が浅いというところで。そうですね、ウェブ制作中心ですもんね、おっしゃる通りで、ね。はい。はい、じゃあ、その課金部分、ゲームの課金部分、課金って言いますか、まあ、収益部分、どのような工夫をなさってますでしょうか。あですね、もう本当に趣味で作っていたところが大きいので、はい、もう収益っていうのほとんど考えていなくてですね、はい、本当バッドエンドになった時にやり直すために、もう、ちょっとした広告が入るみたいなものなので、正直もう、全くと言っていいほど利益は出てないです。そうなんですか。はい、じゃあそこの部分に、広告、そうなんですね。ちょっと、ゲームオーバー、こちらのゲーム、いくつかあるんですけど、ゲームオーバーした時に、その場からやり直す時に、ちょっと広告が表示されるっていうね、仕組みは、ちょっと導入されてるんですよね。はい、パターンによっては、今回、こう、オムニバス形式で、まあ、7本なり、いくつかお話があると思うんですけど、1本ごとに、こう、価格をして、まあ、バラ売りみたいなこともできたりするんですよ。そういうのは考えなかったですか。そうですね。まあ、もうこうなると難しいところではあるんですけど、はい、まあ、利益よりも大事なものってあるかなと思って。おー、かっこいい。そう、確かに。まあ、ありがたいことに、まあ、レビューとかで、はい、課金したいですって言ってくださるユーザー様すごく多くて、はい、で、課金する場所探したんですけどなかったですっていうことですごく言っていただけたので、はい、直近のアップデートでですね、はい、まあ、
課金する場所作って、それだけだとちょっと申し訳ないので、お礼に、まあ、ショートストーリーをっていう形で追加コンテンツを1個追加させていただいて、ね、初めて課金コンテンツを入れさせていただいた。後から導入で。そうですね。はい。ここでちょっと爆弾質問していいですか、あの、打ち合わせになかった。もしかしたら爆弾かもしれない。あの、ゲームのタイトルなんですけど、変えませんでした、途中から。変えてませんかね、なんか。会計地盤って後ろに完全無料の、そうです、そうです、はい。正式、本当にフルタイトル、フル名称ですよ。あそこっていじ、いじりました？あ、で、あの、課金コンテンツを入れたタイミングで、あの、文言を取り除く。なるほど、そうだ。はい、あ、あそこって いじれるんですね。結構割と柔軟なんですね、ほら。変えられる場所と変えられない場所ってあったじゃないですか。意外とじゃあタイトルはまだ、多少は微調整聞くんです。あ、これは意外だったな。はい、そうだったんですか。完全無料ではなくなってしまったので、これは嘘はいけないと。あ、なるほどね。課金の、追加エピソードを入れたタイミングで、はい、消させていただいて。だからなんかね、あれがある、あったために、ちょっとね、あんまりインディーっぽくなかったんですよ。なんかの、その印象が、結構。でももう、遊ぶと、これはっていう感じだったんでね。いやー、そうでしたか。ちなみに、今後、いわゆるゲーム内通貨を使ったりとか、そういう、なんでしょうかね、今入りのシステムがあると思う。そういうのを導入したゲームはあんまり計画にはなさそうです。そうですね。そこら辺はちょっとね、難しいんですよね。あの、そうですね、形式がちょっと。そう、形式違うから。なかなか、あんまスタミナ性であったりとか、はい、あのメインストーリーの回、はい、張っていくスタイルであったりとかってのはあまりやりたくないなと思っていて、はい、あのユーザー様に負荷をかけて、はい、その負荷をあの解消するために課金というのはちょっとあまりやりたくないなというのはあるので、なるほど、確かにおっしゃる通りでね、わかりました、ありがとうございます。では続いての質問です。今後開発予定のゲームや、はい、もしくはゲームのアイディアなどありましたら、はい、話せる範囲で、はい、ぜひお願いします、はい、ありがとうございます。あのもうすでに次のはですね、制作に取り掛かっていまして、はい、あの6月末ぐらいには出せるかなと思っております。もう出ちゃうんですか？はい。6月って実は今日6月1日さっきも話ありましたけど、あ、早いですね。あのもうこのリリースした後にもう次のは動き出していてですね、はい、はい、で次のがあのアイビーコミュ障の俺が選んだ未来という SF のお話が、ホラーではなく、ほら SF また切り口変えて、またタイトルの付け方もなんていうの、はい、やっぱあの、ゲーム好きが付けそうなタイトルを、あとインターネットのね、あの好きそうな人が付けるんで、今風のタイトルで。そうですね。あの、まあ、コミュ障でハッカーの男の子が、はい、あの、年上のお姉さんと、に引きずられながら、はい、あの成長していって、はい、あのいろいろ大きい事件に巻き込まれていって、はい、最終的にはどうなる世界みたいな大きい話の、なるほど、はい、すごいあの、はい、正直怪異掲示板もまあすごい自信作であるんですけれども、はい、次の作品もかなりの自信作なので、そうですか。また切り口も変えるとね、あの怖いの苦手な人も読めたりしますから ね、 そ、 うですね、はい、それは大変あの素晴らしい、いやいやこれ楽しみですね。ぜひじゃあまたリリースを楽しみに待っております、はいはい、ありがとうございます、はい、では、次が、最後ですかね、はい、まあ、今回受賞されたということで、ある程度一定の、ね、評価があるかと思うんですが、はい、インディーゲーム開発を、まあ、志す方々へのメッセージやアドバイスなどがありましたらお願いします。本当にあ、難しいですね。まあ、ここでなんか主張に変えてもいいですよ。何かこう、うん、ラノベゲームあのノベルゲームやろうぜみたいなノリでも大丈夫ですよ。もう広く受け取っていただければと思います。そうですね、まあ、うん、作りたいものを作るのが一番なんじゃないかなとやっぱり思います。おっしゃる通りで、そう、作りたいものが作れるというのが、はい、じゃあそこから成長があるというふうな形ですね。そうですね、ありがとうございます、はいはい、ということで今回は神奈川県平塚市にある株式会社エンタブリッジさんのオフィスから、怪異掲示板と7つの噂の制作とインディーゲームスフェスティバル2018の入賞についてお話をお伺いしました。ゲームのダウンロード先は番組詳細に記載してありますので、よかったらチェックしてみてください。というわけで本当にどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、インディーズゲーム放送局、また次回お会いいたしましょう。さようなら。